今日は来てくれてありがとう。よかったら登録してください。ほら、いいから、俺の首に両手を回して。いいか？よっと、ほんと、手間のかかるお姫様だ。お前、柔らかくて、いい匂いがするな。このまま、食べちゃいたいくらいだ。愛してるよ。ねえ、日も沈んだし、宿にも着いた。さっきのキスの続きしよっか。何驚いてるの。電車の中でちゃんと言っただろ。日が沈んで宿に着いたら続きをするって。観念しなよ。この部屋には二人きりだ。ご飯にする？お風呂にする？それとも、そ、お、や？そうや以外なの？せっかく二人きりなのに。ダメ？ブラウン管の中の俺は、みんなのものだけど、ここにいる俺は、お前だけのものだ。泣いた顔も、戸惑った顔も、真っ赤になるのも、不満で不安で膨れた顔も、でも笑った顔が一番見たい。お前を俺だけのものにしたい。お前の全てを俺に見せて。俺の本気信じてくれてもいいだろう。今は俺にお前を独占させてくれないか。よし、それじゃあまずは携帯の電源を切って。これでやっと誰にも邪魔されなくて済むな。なんかお前が俺の部屋にいるのが少し変な感じがする。嫌だとかそういう意味じゃなくて、いつも俺一人しかいないのにお前がいるだけでなんか違って感じるんだ。愛してる。このまま俺の腕の中に閉じ込めておきたい。キスだけじゃ足りないな。外は寒いね。手つなごうか。ほら、こっち、おいで。たく、お前、またやらかしたのか？いい加減にしろよ。家に帰ったら、お仕置きだな。俺になら、何されてもいいって言えよ。バーカ、そんな可愛い顔するな。キスしたくなる。君の瞳の中に恋に溺れそうな男が映ってる。わかるだろう。そ
その男を助けられるのは君しかいない。ツリー綺麗やな。あ、そや、手出して。それ俺んちの鍵。来年はちっちゃくてもいいからツリー買って一緒に飾り付けしたり、お前の手料理食べたりして家でクリスマス過ごさへん。来年っていうか来年から、願わくば一生なあ。こっち向いてや。好きやで。メリークリスマス。うんうんあ、じゃあ、うん、そろそろ起きるね。また明日。おやすみ。あなたが良くても、僕は、まだだよ。へえ、耳弱いんだ。可愛いね。クリスマスプレゼントは、マモだよ。あんな、俺、お前こと好きなんや。るっせえな。仕事なんだから仕方ねえだろうが。もう行くからな。あ、猫だ。ね、猫、こっち、こっちおいで。こっちおいで。ああ、もう来ないのかな。ああ、来た来た。あ、かわいい。わあ、にゃんにゃん。ね、お腹空いてるの？ん？かわいいなあ、もう。にゃん。にゃんって言った、かわいい。ショートケーキとチョコケーキ、どっちにしようか。今年のクリスマスは一人じゃないだろ。だって俺がいるじゃん。俺さ、今まで伝えたことなかったけど、お前のこと好きだ。だからほら、喉仏ツンツンしていいよ。仕事お疲れさん。クリスマス一人な。めっちゃ寂しいやお前。じゃあ俺とその日は恋人同盟組もか。やりもしないで逃げてんじゃねえ。ちゃんと向き合って戦ってみろ。お前ならきっとできる。ここの勉強が終わったらご褒美に何でもしてあげる。だからもう少しだけファイト。しっかり勉強しないとお仕置きするぞ。悩んでるときは立ち止まってもいい。辛いときは泣いてもいいよ。焦って転んでもまた立ち上がるまで待っててあげる。急ぐ必要なんてない。全部君の時間だから。そんなに落ち込まないでよ。大丈夫、俺がそばにいるからさ。だから一緒に頑張ろうよ。就職活動、頑張ってね。成人、括弧、15歳以上、1回、2錠、1日2回を限度とし、なるべく、空腹時を避けて服用し、服用間隔は、6時間以上、置いてください。お腹が空いたのか。仕方ない。ほら、俺の接吻で我慢しろよな。未来永劫あなたについていきます。どうかあなたの犬にしてください。お前は俺様の犬なんだから。
他の奴に尻尾を振らないで、俺様の命令には絶対服従な。ムラムラします。ムラムラします。最後まで見てくれてありがとう。よかったら登録してください。